つくたくは、茨城県つくば市の乗り合いタクシーである。市が運行計画し、15の事業者で運行業務を行う。つくたくの運行には乗降ポイント固定系を採用している。すなわち特定の路線やダイヤグラムを持たないが、乗降場所は定められており、利用客の予約に合わせて柔軟に運行経路、時刻を設定するという形をとっている。運行時刻は平日の9時から17時までで、土休日祝日は運行しない。つくたくの運行に際しては、市内を5つの地区に分けており、運行範囲は基本的に地区内のみである。つくたくを利用する流れは以下のようになる。まず電話かファックスで予約する。予約時刻までに乗車場所に向かい、車両が来たら乗車する。他の利用客と乗り合いしながら目的地に向かい、予約した降車場所で降車する。なお、運賃の支払いに現金は利用できず、利用者はあらかじめ購入した専用の利用券で支払う必要がある。また、あらかじめ自宅利用登録をすることにより、自宅前からつくたくを利用することもできる。登録するには、つくば市役所で配布されている書類に必要事項を記載の上、つくば市商工会に直接申し込むか郵送する必要がある。利用可能な範囲は原則として同一地区内であり、異なる地区をまたがって利用することはできない。ただし、以下に示す7つの乗降場は共通ポイントと呼ばれ、例外的に市内すべての乗降場から行き来可能である。これら7カ所の共通ポイントは2014年4月に設定された。また、各地区ごとに地区内利用と同じ料金で行き来可能な他地区の乗降場が定められている。桜地区及び矢田部地区のうち、つくば駅周辺、または研究学園駅周辺のエリアは中心地区と呼ばれ、2014年3月末までは中心地区内のすべての乗降場は市内の全地区から行き来可能であった。中心地区を利用する場合は、地区の境界をまたぐごとに運賃が1,000円加算されるという方式をとっていたため、中心地区内でも桜側と矢田部側のどちらを利用するかで運賃が異なる場合があった。2014年3月末の時点で、中心地区には22の乗降場所が存在した。2014年4月以降はこのうち7カ所の乗降場が共通ポイントとして設定され、引き続きどの地区からでも行き来できる。一方残りの15カ所の乗降場は同一地区内でしか行き来できなくなった。同一地区内の利用は一律300円。共通ポイントまで利用する場合は桜地区、矢田部地区からが300円、その他の地区からが1,300円となっている。逆も同じ。先述のようにつくたくは現金による運賃の支払いには対応しておらず、利用者は専用の利用券により支払わなければならない。セダンタイプとジャンボタクシーの2種類が存在する。2012年12月時点の各地区における車両の内訳は以下の通り。2013年6月の大穂地区と豊里地区の統合に伴って、豊里地区の車両1台を矢田部地区に配置替えした。なお、1車両における定員はセダン型が4人。ジャンボ型が9人である。左、つくたくの標識板右、つくば市の標識板。ありがとうございます。